D4DJ は DJ をテーマにアニメ、ゲーム、声優によるライブなど様々なメディアミックスを展開するブシロードのプロジェクト。タイトルにある D4 とは Dig DeLight Direct Drive の頭文字を当てはめたものであり、ロゴの上部にも併記されている。本プロジェクトはバンドリ、少女歌劇、デビュースターライトに続く音楽メディアミックス三部作の 第3弾として発足した。本プロジェクトの統括プロデューサーである中山正宏がアニメ、アニメ、とのインタビューの中で語ったところによると、ブシロード会長の北に孔明は渋谷のハロウィンでの人騒動等を見て、みんな楽しもうという気持ちから、うさばらしのようになり、人々がアンコントローラブルになってしまうのは、なぜなんだろうと考えていた。ある日、 赴任先のシンガポールで行われたアメリカの DJ ユニットザ・チェーン・スモーカーズが観客を盛り上げながら全体の雰囲気をプラスの感情へとコントロールしている様子を見て感銘を受け DJ こそ今時代が求めているものだと感じて発足に踏み切ったとされているまた TB アニメ版の監督及びプロジェクト内 ユニットフォトメイデンの音楽プロデューサーを務める水島誠二は本プロジェクトの三本柱の一つであるライブへの意気込みがすごかったと同じインタビューの中で話している2018年12月30日にブシロード DJ ライブボリューム1がサウンドミュージアムビジョンにて開催され D4DJ プロジェクトの始動が発表された2019年4月5日には ウシロード DJ ライブボリューム2が新規バスタジオコーストにて開催。同イベントにてプロジェクトの続報としてアニメ化とゲーム化、メインキャラクターのシルエットとファーストライブの開催が発表された。ファーストライブの開催までにいくつかのユニットの名称とキャラクター、出演声優陣の一部が発表され、2019年7月20日、7月21日の2日間にわたって、 幕張メッセにて開催された D4DJ ファーストライブにおいて主要5ユニットと20名のキャラクター、そしてその担当声優が公開された。ハッピーアラウンドの一員である相イリンク役には実際に DJ としても活動している西尾由加が起用された。また、同じブシロードのプロジェクトであるバンドリ及び少女歌劇レビュースターライトからも数名が参加している。 本作ではユニットごとにプロデューサーが付けられており、このうち、フォトンメイデンは、テレビアニメ版の監督を務める水島誠司が、立候補し、採用された。同ユニットのプロデュースにあたり、音楽の方向性やユニットのイメージ等は、ブシロードガーとの話し合いによってすり合わせている一方、それ以外の点は、水島の意見が尊重されている。 水島はキャスティングには関わっていないものの、ゲーム版の収録やライブパフォーマンス時の演技指導には参加している。メディアミックス展開について記載。本作に登場するユニットのうち、ハッピーアラウンド、PQP、キー、フォトンメイデン、リリカルリリーの4組のメンバーは、高校生で、リンブ曲とマーメイドの2組のメンバーは、大学生である。読み方、ハッピーアラウンド。 略称、ハピアラ。女子校の洋々学園の高等部に通う、リンクたちが結成した DJ ユニット。メンバーは、全員、高校1年生。ユニット名は、リンクの口癖から由来したもので、その名の通りオーディエンスを巻き込んで、フロアをハッピーな空間に作り上げるパフォーマンスが特徴。読み方、ピーキンピーキー。略称、ピキピキ。京子たちが、 洋洋学園の中等部の時に結成した DJ ユニットで現在はメンバー全員洋洋学園の高等部1年生テクニックやパフォーマンスなどメンバーは全員実力派揃いであるそのため中等部の時に結成した当初の時点から高校生になった現在に至るまで学園内外で絶大的な人気を誇っている読み方フォトンメーデン モトリンクスアイズの姫神社のがプロデュースした高校生 DJ ユニット。メンバー4人中、作姫だけが高校1年生で、他の3人は高校2年生である。全国からオーディションで選ばれた新生ユニットであり、未来感のあるビジュアルと作姫の共感覚をもとにフロアを盛り上げさせている。音楽のコンセプトに合わせて歌詞も英語詞が多いのも特徴。 ユニット結成に合わせてメンバーは全員洋洋学園に転校してきている。読み方、マーメイド。南の島のリゾート DJ ユニットを目指すという目標を掲げてリカたちが結成した DJ ユニット。メンバーは全員大学2年生。ユニット名は目標でもある南の島を目指す4人の人魚から由来している。彼女たちの開放的かつ大人びた印象とフロアを 歌って踊れるフェスティバルへと早変わりするようなライブパフォーマンスが特徴。なお、メンバー4人の名字は港の名前から付けられている。読み方、ロンド。クラブハウス、オルター英語のレジデント DJ として所属するユニット。メンバーは全員大学2年生。独創的な世界観と単美な演出で観客を魅了している。登場ユニットの中で唯一、 本格的なロックサウンドを取り入れているのが特徴で、主にオルタナやラウド系などを中心に披露している。読み方、リリカルリリー。略称、リリリリ。お嬢様学校で知られるアリスガー学院の高等部に通うビ夢メたちが結成した DJ ユニット。メンバーは全員高校1年生。ビ夢メたちが校内でアナログの DJ 機材を見つけたのを機に活動を開始した。 厳格な拘束を持つ学院からも部活動として活動が認められ、イノセントな少女たちによるエレガントかつ不思議なライブパフォーマンスが期待される。音楽のテーマには有名な文学作品をもとに作られている。全体の音楽プロデューサーとは別に各ユニットには音楽プロデューサーが存在する。D4DJ グルービーミックスは武士ロードの iOS および Android 向け。 アプリケーションゲーム。ジャンルはリズムアドベンチャーゲーム。開発元はドーナツ。2020年10月25日より配信開始。先行プレイ版として D4DJ グルービーミックス D4U エディションが2020年2月20日から9月末日まで配信された。海外向け英語版は2021年5月27日より配信開始。ただし、 楽曲や他者 IP コラボの権利を全世界包括的に取得することが困難であることから日本語版の一部のコンテンツは実装されていない本作は DJ になりきることを大きな特徴としており他のゲームにはない以下の特殊な操作を要求されるゲームでは随時イベントが開催されており期間はイベントによって異なるイベント期間中にライブをプレイすると イベント P 等を獲得できる。獲得したイベント P に応じて、イベントストーリーの解放、達成報酬、ランキング報酬を獲得でき、一定以上の順位となることでそのイベントの称号を獲得できる。また、指定された属性及びメンバーをバンドに編成している状態でライブをすると、イベントを有利に進行できるボーナスが発生する。それぞれのイベントの相違点は、以下の通り、 レードバトルイベントた作品とのコラボレーションの際に行われるイベント。ソロライブかマルチライブで協力して目的を達成する。1日1回ショート楽曲に挑戦し、クリアすればスキンやコインを獲得することができる。メドレーライブの選曲画面である隠しコマンドを入力することで以下の6曲をプレイすることができる。 D4DJ ファーストミックスのタイトルで2020年10月30日から2021年1月29日まで東京 MX 他にて放送された。世界展開も行われ、15カ国語の字幕版及び3カ国の吹き替え版が配信される。なお、本放送の4週間前からは D4DJ ファーストミックス TV と題した特番が毎週放送された。 テレビアニメ版は様々なキャラクターが集合するフェスのような内容にするという方針が立てられた。一方で、水島が過去に暗い内容のアニメを手掛けたことがあったことから、ブシロード側からキャラクターの闇落ちだけは避けてほしいという要望が出され、ストーリーはキャラクターの成長を描いた明るいものとなった。当初、水島は普遍的な物語を作ろうと考えていたが、 マーメイドのグラビア活動や、リンブ曲が、スペースシャワー TV の公式 YouTube チャンネルで、冠無理番組を持っていたことなどを受け、ハッピーアラウンド、ピーキーピー、キー、ホトンメイデンの3組と、リンブ曲とマーメイドの活動環境の際を、ストーリーの展開に組み込むこととなった。D4DJ の海外向け公式、YouTube チャンネルにて2020年12月25日より、 順次公開されている。プッチミク D4DJ プティミックスのタイトルのコメディケーショートアニメ。2021年2月5日から3月26日まで D4DJ フォートンメイデン TV 内にて放送され、2021年4月2日から7月30日まで D4DJ やタイム内にて放送された。全26話。宮島聖也が監督を務めているアニメ制作が、 d m m f u t u r ー Works ーー、ダブトゥーンスタジオであるなど、バンドリ、ガルパピコとの共通点が見られる。第8話、幻への道で登場した QR コードを読み取ると、D4DJ グルービーミックスのアプリダウンロードページへと飛ぶようになっている。D4DJ グルービーミックスに関するカテゴリー、D4DJ ファーストミックスに関するカテゴリー、ありがとうございます。